ドバイファウンテンドバイファウンテンはアラブ首長国連邦ドバイに2009年5月にオープンした世界最大の噴水ブルジュハリーファのあるドバイの超高層ビル街ダウンタウンブルジュハリファ地区に建設されたドバイモールとアドレスダウンタウンドバイの間に位置するアメリカラスベガスのホテルベラージオの噴水をすべての点で上回る吹き出す水は高さ150メートルで世界有数 噴水の長さは275メートルに達し、世界最大である。障害物がなければ、320キロメートル先の砂漠からも、噴水を見ることができる。噴水のデザインは、ラスベガスのベラージオやミラージュの噴水、東京ドームの噴水を手掛けたアメリカ・ロサンゼルスのウェットデザイン社。ウォルト・ディズニー・カンパニー出身のエンジニアたちが立ち上げた。 世界最大の噴水デザイン企業である。22000ガロンの水を吹き上げる。ドバイモールとアドレスダウンタウンブルジュの間に、ドバイファウンテン池が作られ、コンピューター制御の6600個の電球と25色のプロジェクターが付設されている。噴水はコンテパルティロなどいくつかのテーマ音楽に乗せて、芸術的に演出される。1回の噴水の上演は5分間である。ドバイファウンテン。 パノラマ、ありがとうございます。